どうもこんにちは、タムジョーと申します。少々やっていきましょう。今日なんですけれどもね、岩手県の八幡平市にやってきております。イエスイエスイエス。ということで、なぜこちらにねやってきてるかと言いますと、なんと今日大会が行われてまして、フィールドクロスレースというね、大会が開催されております、はい、でそれの、まあ、ゲストで呼んでいただいてこちらやってきました、はい、でフィールドクロスレースって何って思う人いると思うんですけど、ちょっと周りねこう見てもらいたいんですが、すごいなんかさ、障害物がめちゃめちゃあるわけですよ、はいはいはい、でこの大会なんですけど、もういわゆるなんか障害物競争の強化場みたいな感じで、めちゃくちゃ強化場みたいな、はい、もうこう飛び越えたりとか、はい、くぐったりとか、坂登ったり降りたりみたいなのが、あるレースっていう感じなんですよね、はい、で、まあ、今日僕も実際にこちら参加させてもらって2種目ね出場させていただきます、はい、で1種目目が、4キロの部、だから2キロコース2周ですね、はい、4キロとあとショートコースのなんかレースがあって、はい、それが予選と決勝あるんですけど、僕決勝に飛び入り参加ということでいきなりシード枠でシードで初めてなのに、はい、一応これ言っとくと、はい、例えばさ、陸上普通の陸上大会だったら、じゃあタムジョーさん走ってくださいって言ったら、うん、まあ1位で走るかもしれないけど、うん、これはもう足の速さだけじゃないのよ、そうなの、決断力とまあいろいろなもうね要素が全て絡み合って優勝を取れるかどうかだから、3つの力が必要、3つの力が必要、決断力、判断力、体力が必要これは決断力と判断力がタム城は評定1ぐらいだと思うんで、体力が5だとしたら、体力5だとしたら合計7だから、ね、7点だからだから相当、はい、頭も使うし難しいレースなんですけど、すごい面白そうなレースだと思うんで、はい、もうめちゃくちゃ面白そうです。それはちょっとね皆さんにもお伝えしたいなと思います、はい、それでは早速やってみましょう。タム城 YouTube はじめに大会会長コブネイチーさん、9番イエローだ、イエローが今フィニッシュ、そしてブルー、後ろが伸びます、はい、後ろの後ろ伸びてますか、足が後ろに行ってますよね、これは走る時のフォームではないので前に倒れるかなってぐらいのフォームで走ります、はい、じゃあいきまーす、先頭からよーいスタート、本上げ、はい、でしっかり打ってダッシュ、 OKOK、 いやめっちゃ綺麗、フォームめっちゃ綺麗ですね、はい、いきます、よーい、はい、さあということでついに4キロのレースがスタートするということで、はい、コースが相当きついみたいなんでね、いやさっきね思想で一周行ったんですよ、はい、もうねすごい、はい、考えられないようなこう、まあさっきも言ったけど、はい、そういうのがあって、それぜひね、じゃあこれつけるんで GoPro、はい、その映像マジで見てもらいたいんですよ、はい、すごいコースだから、めちゃくちゃ速い高校生が一人いるみたいなんで、本当、はい、ちょっとアドバイス聞いた方がいいんじゃない、負けないように、うん、負けないライバルか、負けないはきついか、はい、いや負けるんじゃない、はい、頑張りましょう、いやちょっと頑張りますよ、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、イエスイエス、ありがとうありがとうございます、頑張ります、さあ始まりました、はい、ということでは4人です、さあ皆さんめっちゃ速いみたいなんでね、まずは宇野さんブルーの T シャツでのご参加です、さあ始まりました、平均台はまず無理だ、平均台無理だ、イエスイエスイエス、うわ迷路始まった、やばい、あこっち行き止まりだ、マジか、行き止まりだった、ちょっとむずすぎる、やばい、ここでだいぶタイムロスだ、さあ1位が来ました、やっぱりね昨年の覇者が今年もめちゃくちゃ速いです、このコースめちゃくちゃきついんでね、4キロこれで走るっていうのがちょっと想像できません、めちゃくちゃきついですこのコース、はい、タム城頑張れ、
はい、先頭速いぞ、先頭めちゃくちゃ速い、先頭めっちゃ速い。やばい、坂道がえぐい、えぐい、うわジェットコースターだ、あぶれ、うわ紐ある、うわ紐が、やばい、きっつい、まだ600なんだけど、丸太来た、丸太、やばい、丸太怖い、丸太怖い、丸太怖い、あやばい、怖すぎる、すいません遅くて、1キロ4分50マジで4分50頑張ります、1キロきつい、先頭めちゃくちゃ速い、1キロ4分50うわやばめっちゃ急や、急すぎる、よいしょ、坂道で行くしかねえ、よいしょ、こんにちは、頑張ります、ダメじゃん、ちょっと遅くないか、マジでむずいって、マジでむずい、よいしょ、頑張ります、たくさんの声援を受けながら、あと一周ある、よっしゃあと一周頑張る、ありがとうございます、2周目頑張ります、マメちゃん頑張れ、暗記力がゼロだから、うん、足は速いんだけど判断力がないから、お前ここで何に抜かれてんだよ、タメちゃん、タメちゃんお前ここで15人に抜かれてる、15人に抜かれてる、はい、こっから挽回しろ、こっからこっから抜くわ、あ、来た来た、行くぜ、よし、いや、いさあ、そしてゴール前は早い4キロ LHS 40歳未満鈴木優波選手、今1着目、おめでとう、さあ、タメ長、頑張れ、さあ、ただでさえね、4キロ普通に走るのきついんですけど、この坂ですね、この下り、はい、頑張れ、もう1位は3分前ぐらいにゴールしてる、じゃあもうちょっと、ここショートコースのところでもあるんで攻略したい、アムジョーが帰ってまいりました、はい、頑張れ、結構な泥だらけですよ、何があったんでしょうか、さあ、ヘロヘロ最後の水のボスを越えて、いざフィニッシュです、お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、みんな応援ありがとう、ありがとう、きっつ、えぐい、あ、どうした、僕何位ですか、10位ないですね、ありがとうございます、4キロ22分19 4キロ22分19でした、無理でした、お疲れ様です、は
はい、ということでお疲れ様でした。ゲストランナーの報酬なしで、残念ですけれども、いやでも体張って、はい、コースを届けた、コースを届けた、はいはい、一応途中に迷路があったんですね。迷路ありますね。で、今までタム城 YouTube で言い続けてきたのが、タム城は方向音痴っていうことを再三言ってきたんですよ、はい、で、どれだけ方向音痴なのかっていうのを教えることができた動画になっちゃいましたね。あれで14人ぐらい抜かれた。14人ぐらい抜かれ、あれでだって全然抜けれんかった、目の前でタム城頑張ってって言ってた小学生の女の子がいるんだけど、もう飽きてた応援するの。ほら途中穴掘ろうかと思って穴掘って出てくるかなと思ってそれぐらいちょっとむずすぎて、はい、どうですか実際に。でも走ってみて、いや過酷な坂とかもあるんだけど、はい、まあ走ると楽しいんで、はい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 、でも速く走れる方は別です。速くさ、1500のタイムが速いからといって1位になれるってわけではない。全く関係ない。なるほどね、1500全く関係ない、はいはいはい、マラソンとか全く関係ない、全く関係ない、もうこの専門です、うん、これもうまた来年ちょっとこれ用の練習を積んで戻ってきてくるしかないんじゃないですか。この練習があるのか分かんない、はいはいはい、迷路なければ追いついたわ。迷路が一番ね、迷路で5分、はいはいはい、はい、ということで、はい、次ショートレース、ショートレース、こちらは迷路はないんですけど、どうなるかちょっと個人的に楽しみなんで、そちらに行きましょう。優勝しますよ下からじゃないですよ上から、はい、じゃあ頑張りましょう。頑張ります、はい、タム城 YouTube。 さあということでついに最終種目やってまいりました。さあ、ショートコース決勝戦でございます、はい、これ予選準決決勝があってその決勝らしいです、はいはい、でも王者しかいない、選ばれし猛者ね、猛者漢字読めないんだけど強そうな雰囲気がもう、はい、タム城大丈夫これ、まあ、やれんの、迷路ないし、いけるんじゃないかなって思いますね迷路で、前走の範囲は迷路なんで間違いなく、全てが迷路じゃん、全てが迷路、それなければ、まあ、多分ほぼ優勝だった、優勝は分からないけど、まあ、いけてた可能性はね、でしょ、今回はもう迷路なしだから相当有力、なるほどね、有力候補ではある、かなり有力ということで、はい、じゃあマジで挑みますよ、はい、一般男子 SFX ファイナルです。ご存知タム城、いきます、クロスクリア、さあタム城対さあ、タム城全力でいきました。タム城やってるような気がするぞさあ、イエローが行ってるか、イエローが行ってる、さあ、ブリーが行ってる、ブリーが行ってる、ブルーが行ってる、さあ、タム城遅れております、早い早い、さすがブリー、そしてイエロー、ブルー、さあ、このコース何回も走った、さあ、3人が早い、グリーが行っている、グリーが行っている、イエローが行っている、イエロー、そしてブルー、まさかのタム城、まさかのタム城、もっと来い、もっと来い、タム城、さあ、イエロー、グリーが行った、グリー、イエロー、グリー、さあさあ、面白い、面白い、突破争い、面白い、さあ、ブルーも来た、ブルーも来た、さあ、3人の三つどもえ戦だ、誰が行く、誰が行く、さあ、イエローか、グリーか、ブルーか、イエロー、グリーが来た、イエローがこのまま行くのか、イエローはこのまま行った、そしてグリーン、そしてブルー、さあ、そして、タム城に大きな声援を送ってください、さあ、頑張るタム城、やはりタム城をもってしても SFX は4位、残念、フェリッシュ、お疲れ様でした。さあ、一般男子みんなでハイタッチ、制したのは昨年に続き藤田隼人。タム城 YouTube、はい、ということで、見事優勝されました藤田選手に来ていただきました、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました、もうめちゃくちゃ速すぎて多分10秒差ぐらい僕後ろであったんですけど、はい、なんか去年に引き続き2連覇ということで、いや今日走ってみてどうでしたか。そうです、去年と比べてコンの配置がだいぶ変わってて、狭いとこもあったり広いとこもあって、はい、飛んでて正直
タイミング取りづらかったりして、思う通りに飛べない、走れないが多かった。ただ単にあの走るだけで、うん、あの決まんない戦いだから、ね、決断力、判断力とかね、それになんか全ての要素が加わってるから、これを勝つ人はなんか本当に身体能力がすごい高いんだなっていう。タメジョはどうでした？この大会初めて参加しましたけど。めちゃめちゃ楽しかったですよ。なんか本当アスレチックみたいな感じのちょっと長いバージョンみたいな感じで、でもやっぱ走った後の達成感とかもきつかった分なんか楽しい、あの分かち合えるし、普段にない経験ができるからすごい新鮮でしたね。普通の大会じゃなかったから。だから皆さんもぜひ、なんか来年も多分開催されると思うんで、ぜひ参加して、このコースを楽しんでいただけたらと思います。じゃあ来年は今2連覇してるから打倒藤田くんで、ちょっと僕広めちゃったんで、もしかしたら広めに来る方がいるかもしれないですけど、それで負けないようにが動いてます。はい、さすがっすね。ちょっと3連覇期待してます。ありがとうございます。皆さんもぜひ参加してみてください。はい、ということで本日は岩手県八幡平市フィールドプロレスレースに参加でした。皆さん見てくれてありがとう。ありがとう。次回もよろしく。バイビー。皆さん見てくれてありがとう。ありがとう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。